こんにちは。今日は8月11日の今は2時半ぐらいですね。中日の試合を見に行くので用意をしていこうと思います。今日の朝1本動画出したんですけど、チャンネル登録者数が1000人を超えましたっていう動画で、ありがとうございます。本当に見つけてくださった方ありがとうございます。ただ一つね、ちょっと先に言っとくべきことがあってなんか野球チャンネルみたいになっちゃうんですけど、私このチャンネル別に野球チャンネルにしようと思って作ったわけではなくて、たまたまチャンネル開設してすぐの動画が野球の Vlog だっただけで、私の日常のあれこれをお届けしようと思って作ったチャンネルなんで、全然野球以外のことも出すんで、それがちょっと気に食わないっていう方がいらっしゃいましたら、ごめんなさい。ちょっと本当野球チャンネルだと思って登録してる方がいらっしゃったら本当にちょっと申し訳ないんで、先にお伝えしておきますねでもその朝1000人超えてるのびっくりして飛び起きて動画撮って動画出して、そしたらすごいたくさんの人がおめでとうって言ってもらえて、でめっちゃ嬉しくて、それがありがとうございますという感じなんですけど、なんだっけすぐ話すこと忘れちゃう。あ、そうだ、その時点で1100何人とかだったんですよ、動画撮ってる時点で。もう今1500人とか言ってて、すごい、なんかチャンネルが伸びるってこういう感覚なんだみたいな、ちょっと驚いてますやばい、喋ってたらメイクが進まないんでメイクします。普段メイクはあんまりしなくて、私あんま肌綺麗じゃないんですけど、なんか肌にあれこれ塗るのもあんまり好きじゃないので、日焼け止め塗って眉毛描いて外に出ることが多いですね。誰も私のメイク事情には興味がないと思うんで、ちょっと早送りで。できました。持ち物はこんな感じで、カチューシャとこのパカパカとドアラのパペットと、あと今日は松葉さんが投げるんで松葉さんのタオルと、これ福田かな、で福永ですねのタオルを持っていきます。これに入れて、この1億人達成記念で配ってたショッパーに入れて持っていきます。基本この応援グッズがマストで、あとはユニフォーム持って行くことが多いんですけど、今日はドラコイデーで向こうでユニフォームもらえるんで、今日はユニフォームは持たずにこれで行きます。
ナミちゃんも踊るかも。それでは投球をよろしくお願いいたします。500円でお願いいたします。
ありがとうございました。